はい、どうも、ジです。ページめくるのが難しい。やっぱり紙に書き写した方が日当たりやりやすいですね。まあ、ギリギリもうこのものすごくめくりやすい状態にして、よし、これで日当たりしてみたいと思います。弾き語りやった後に昨日のあの手品の種明かしやります。弾き語りは TM ネットワークの 7days をやってみたいと思います。ちょっと高さ、最初の高さだけ。はい、いきます。レボリューションノートに書き留めた言葉は明日を遮る壁乗り越えて割れたガラスの破片、机の上のナイフの傷、訳を話せないまま閉ざされたドア叩いていた。全てを壊すのではなく何かを探したいだけ、見てない人もいると思うんで、何やったかっていうと、3の上にはこう1233枚乗っけてこれで切るよと、で2の上には2枚乗っけてで切るよと、で1の上には1枚乗っけてまた最後切るよと、でこれでもうどこにいたか分かんないですよねって言って魔法かけて、そうするとこう一番上に戻ってくる。この手品の種明かしなんですけど、結構これ簡単で、袖じゃないですよ、袖に隠してるんじゃないかなっていうのがあって、袖関係ないです。切り方です。この状態でじゃあ、説明しながらやります。これ3の上には3枚乗っけますって言ってこう乗っけるじゃないですか。でこの後切りますって言った時の切り方がポイントで、こういうふうに切ってんじゃなくて、普通にこの切るときにこの一番上の1枚だけ残してこうやって切ってるんですよ。わかりますかね。この1枚だけ残して、この1枚だけ残してこう切ってるんですよね。そうすると3枚のっけたうちの1枚だけ残して2枚がここに乗ってる状態で、でこれであと、まあ、2の次には2の上には2枚のっけますって言って、でこれでまた同じようにこう1枚だけ残してこう切ってるんですよね。でそうするとこの状態で最後1の上に1枚のっけますでこうのっけて、でまた最後も同じようにこうやって切ってるんですよね。でそれでこう、まあ、あまりにも簡単で、なんでもいいですよ。ハンドパワーでもいうの、なんか掛け声やってこう1,2,3と出すという、これが種明かしでした。簡単なんでね、やってみるといいんじゃないですかね。はい、では G でした。ではバイバーイ。